どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。あれからですね、収録はしてないんですが、荷物のお仕事をいただいて、間違えた、でこれなんですけど、結構ね今回長旅になりそうです。キャピタルノットシティから、ボートの、字がちっちゃくて見えない、ボートノットシティっていうところまで、荷物を運ぶという感じですね。で、まあ、4つぐらいだったかな、ありまして、で、まあ、その時にですね、聞いてるぞ、だって やっとですね、どうやって降りるの？これか。武器をね、これなんですけど、サムのね、血液で、あの幽霊みたいなやつらいるじゃないですか。あいつらにね、攻撃ができるそのグレネードを作ったんですよね。まあそのグレネードはね、結局サムの血液で作られるんで、そのグレネードを作った分だけやっぱサムのね、体力なのか何なのかがやっぱどんどんこう減っていくわけですよ。で、僕一度使ってみたんですが、1個で1人倒せるようなそんな感じでしたね。で、間違えた、この目の前にですね、橋あるじゃないですか。これ僕がね作った橋なんですよ。で、向こう側にも橋が一つあるんですけど、これは誰かが作ったんですよね、向こうのやつは。だからここも結局つなげないといけなかったので、友達がオンラインになりましたね。そう、ここをつなげました。あともう一つね、向こうに見えるオレンジのラインあるじゃないですか。あそこにも、一応建てるつもりでいて、ただその材料がね、集まらなくてまだできてないんですけど、はい、そんな感じですね。で、早速目的地へと、そう、向こう側なんですよ。間違えた、また。目的地は、ここなんですよ。で、これを見ると、ちょっと見にくいんですけど、ここに川がね、あるんですけど、川がずーっとね、続いて、ここで終わるんですけど、川のね、こっち側なんですよね。こっち側から行った方が良さそうなんですよね。多分こっちからでも行けなくはないんだろうけど、はい。こっちからね、行こうかなと思います。はい。じゃあ行きましょう。強い味方がね、いますから今。かなりね、楽ですね。このバイクがあることで。で、このバイクもね、今ちょっと錆びてますけど、これもなんかガレージみたいなとこに入れることで修理とかもねできたりするんですよね。あとこう後ろに荷物をねくっつけたりとか、そういうこともできるんで結構楽ですね。ん？何のマークこれ？あ、これは敵がいるってこと？この先、あ、このオレンジはまずいぞ。さあ、一気に行くぞ。一気に行くぞ、だって。おっと、
ちょっと道っぽくなってるじゃないですか。これもね最初はなかったんですよね。で人がどんどんここを通ることで、道もできていくらしいんですよね。で実はね僕迷ってるんですよね。これもう 5,6 時間ぐらい、実況してますけど、これこの動画を上げるかどうかねこのゲーム自体のね、ん？なんか岩か下にあるの。おっと、奴らが現れましたね。車がすごいですね、ここら辺。これ岩かと思ったら車でした。これバイク乗ってたら結構余裕なんじゃないっていうね。一応バイク乗ってる状態では今まで敵に攻撃されたことはないですね。なので大丈夫なんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。あ、これちょっと待って、あ、大丈夫じゃないね、大丈夫じゃなかった何これ、うわ何これ、こんなの初めて。なんか建物が出てきたんだけど、ちょっと待って、イカ、巨大イカみたいな、待って待って本当に待って、あー待って、あ、食らった食らったけど、そんな大したダメージは与えてないですね。あ、でも半分ぐらい減ってますね、もういた、あ、もうちょっとで死ぬね、ちょっと待って、はい、ちょっと赤ちゃんもまずいっすね、ダメージが。あ、倒したんじゃない、倒した倒した、おお、なんてことだ、予想はしていたが、かつてなかったことだ、人類が BT を退けるなんて。やはり君の機関車としての能力のおかげなんだ。どうしましたね、おお、なんかいっぱい。 BT に接触してもボイドアウトを起こさない。君のカーがリーチとの結び目から押し戻されるように、おそらく君の血は BT をあちら側に押し戻すように作用する。そうとしか考えられない。すごいいっぱいある。サム、君は私たちの希望だ。絶滅を回避できるかもしれない。なんか荷物がそこにいっぱいありますけど、あれちょっと、まあバイクどこあ、あれか、荷物いっぱいあるとこが僕のバイクがあるとこっすね。僕のっていうか僕のじゃないけど拾ったやつですけど。わー、なにこれ、ちょっと待って、あ、でもそれでも背負っていけるのね。そんな大した量じゃなかったと。落とし物、ついでに落とし物も拾っちゃうか。いや、やばいなこれバイクに乗っちゃえばね、なんとか大丈夫なんですね。ん？ちょっと待って、
あ、なんかあるぞ。これも持っていかないと。ついでにあれも拾っちゃうか。ここにあるやつも拾おう。あれ？拾えなかったか。あ、もうダメ？あ、そんなことはないね。今表示されてましたね。おっしゃ、ほら。これやばいな。バイクもだいぶボロボロになってきましたね。もうちょっと荷物はこれ以上やめとこう。あそこですね。だいぶ橋とかもね、みんな作って頑張ってますね。あ、あそこに、あ、ここって行ったことはあったよね。あ、これこの橋僕が作ったやつか。ちょっと一旦もあそこ行くか。落とし物もあるしね。サム・ハートマンだ。君も私たちもそれぞれルームスとしての能力を持っている。デス・ストランディングが起きてビーチが発見されたことがルームス誕生の原因の一つだと言われている。うん、以前は種は想像しかできなかった。だから宗教や哲学が生まれた。だがビーチが発見されて種は想像するだけのものではなくなった。認識できるものになったんだ。おっと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 。行くことができる人間も現れた。その反対にBT がビーチを通ってこちらにやってくるようになった。ビーチは人によって異なる。だからビーチやドゥームスの謎を解明するために多くの心理学者やカウンセラーが研究に乗り出した。一種のブームになった。その結果多くの症例が分類されレベル分けされた。中でも君のような機関車は極めて珍しい存在だ。その原因を説明する理論もまだない。サム、君も以前研究者のカウンセリングを受けたことがあるはずだ。そのカルテをいつか見たいものだ。なるほど。うん、一個だけだ。おお、来たな。まったくあんたは大したもんだ。大したもんだ。大事なことは2回言う。またなさん。またどうも。なんか固まってる。お疲れ様でした。なんかあるかな。あ、また戻っちゃう系のやつか。場所がな、違うからやめとこう、これは。一旦ちょっと休憩しましょう。お休みします。おっと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 。プライベートルーム。ひどいですね。めちゃめちゃ汚れてる。そのままベッドそのままベッドで寝ちゃうんですか。お、なんだ今の。ああ、回復したって。顔がめっちゃ汚れてますね。初めてですね、こんな汚れてんの。おはようございます。ひどいな。献血ありがとうございました。はい。で、シャワー浴びましょう。これ飛ばせるんですよね。スキップ。おけつが。
あ、スキップできてないし。いや、なんか怖いね、このアングル。後ろからなんか誰かが出てきそうで。この水の表現がちょっとあまりなんか、なんだろうな、綺麗じゃない気がしますね、他のゲームと比べたらね。あ、綺麗になりましたね。はい、じゃあトイレ行きましょうか。これでグレネードがねできるんで。何今の反応は。今回少ないですね。いつもなら、5本ぐらいなんかできたような気がしますけど。これ一気にね大小やってほしいもんですけど、それはできないのかね。あ、今回はできなかったですね、グレネード。で、ちょっと一つね、見たいのがあるんですよね。っていうのが、帽子をね、いただいたんですけど、あ、これだ。これ被ることはできる、あ、できるんだね。赤か。なんか、サングラスを赤にして失敗したからな。赤にしてみる？決定。これは、まあいいか。帽子はどうやってかぶるんだろう？テーブル？あ、テーブルに置いてありますね。なんかもうピザ屋のお兄ちゃんみたいなそんな感じになっちゃってますよね。なんかもっとあれですよね、サムは濃い色が似合いますよね。やっぱ黒かな。もう全部黒黒になっちゃうけど、グラサンとかもね。この色もいいかね。ネイビーブルーとか。これにしよっか。どうだ？うん。まあ、悪くないね。はい。じゃあ、行きましょうか。ちょうど、この場所が中間地点って感じでしょうかね。あ、今回なんか見るぞ、これ。見ないか。いや、多分見るよね、これ。見えるかい？これは太古の地球の姿。昔、大陸は一つだったんだ。じゃあ、これは？月だ。もうすぐ君に本物を見せてあげる。世界はどこまでもつながってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。
違う、間違えた。間違えたけども、これも全部乗せちゃう？バイクに。ちょ待って、これさ、一気に選ぶのって、あ、こういう風にするのか。これ全部バイクに乗せることってできるのかな？なんで？あー、多すぎるってダメなんだやっぱ。うん、ちょっと待って、どれぐらいいけるんだ。じゃあこれは必要だよね、グレネードはね。あ、しまった全部解除しちゃった。あ、いけますね、これ。OK。じゃあ、これでいきましょうか。